井田元志です。今日はですね、フーデリで2000円稼ぐのは簡単っていうことでお話したいと思うんですけど、なんかさ、YouTube やってる Uber の人かな、なんか時給2000円 YouTuber みたいな人いるじゃないですか。時給2000円って普通じゃねって私は思ってしまうんですよね。ただまあ、なんていうのかな、私はもともと Uber でも時給だけは高い方だったんで、うん、時給だけ高い系 YouTuber だったんで、YouTuber っていうか時給だけ高いだけだったんで、まあひょっとしたら2000円稼ぐの大変なのかもしれないんですけど、まあ、からくりっていうかコツをですね、3つ挙げますと、バイク、原付ですね。原付稼働、東京稼働、あとピーク時間帯のみ稼働。この3つをやれば、猿でも時給2000円いきます。はい、で、私最近はメニューやってるんですけど、ウーバーイーツじゃない方がいいかもしれないですね。まあ、最近なんかウーバーもなんかよくわかんないですよね。なんか下がったとか、なんか、出前館を超えたとかいろいろ言ってて、なんか実際稼働しないから何とも言えないんですけど、ウーバーじゃない方がいいかもしれないですね。ただ、ウーバーもさ、またぎがあるからね。なんかさ、特急便さんとかさ、1日5000円とか3000円とかしか稼いでないけど、またぎ込み込みすると俺と同じぐらい稼いでんじゃん。6万ぐらい稼いでるでしょ、週。なんかよくわかんないね、からくりがね。そんなとこ。あとだから、時給2000円より、1日1枚稼ぐ方が大変だと思う。なぜなら、そのピーク時間帯っていうのが、4時間ぐらいしかないからです。だから私が言う限りにおいては、8000円は簡単でしょ。だって、時給2000円ピークだったら達成できるっていうのは4時間だから8000円は簡単なんですよ。ただ、それ以外の時間帯稼働すると、トータルで時給は下がっちゃうし、まあならないから、まあちょっと、なんつうの、効率が悪いですよね、うん。で、昨日はだからほら、すごいでしょ。すごいでしょっていうか、まあ雨降ってたりもしたんですけど、4時間8分で8600円稼いでしょ。で、今日も2時間、あれ ?2 時間49分になっちゃった。なんか時間変わっちゃったんですけど、さっきまで、キャプチャーしたやつ見せれば。よかったらキャプチャーしておいて。なんかメニューって結構時間って人なんですよね。最近治ったと思ってたんですけど。あ、やっぱキャプチャーしてなかった。キャプチャーしてたかな。ちょっと待って。まあ、どうでもいいですけど、今日も2時間で3700円くらいだったんですよね。写真、アルバム、写真。喋ってない喋ってないですけど、まあだから、時給2000円だったら普通に行きます。てかね、ワンチャンね、たまに調子いいと時給3000円とか行きます。時給3000円とかも行きます。はい。なので、余裕です。ただ、バイクで、メニューで、東京でピーク時間帯のみ、ピーク時間帯のみが重要ですね。だから、その、時給1万円以上超えようとすると、どうしてもピーク時間帯以外も稼働しなくちゃいけなくなるんで、時給は下がるのと、まあ、だるくなるというところで、おまっ